レース中何でもありのバイクライダーはレーザーだ。こんにちは、あずむんじゃです。今日はスーパーテレビくん仮面ライダー超ファイルについてくるレーザーライドウォッチの音声を予想します。まずこちらは10月15日発売予定で1900円になってます。肝心の付録の方はですね、見ての通り押せない、回らない、光らないのガシャポンとか食玩タイプですよね。ここの線が入ってないですからね。ということはこれが500円で、そうすると本が1400円になりますね。ちょっと本としてはちょっと高い気がしますけど、まあ、仮にこれがデラックスだとしたら1500円で本が400円になります。まあさすがに本が400円ということはないと思うんで、まあちょっと高いですよね。まあとはいってもこの本がめちゃめちゃ内容が充実してページ数が多いかもしれないですけど、まあ大体この手の本はページそんなないですね。でこれをコピーするにしてもですね、これちょっとジオの顔が入ってて、まあこれ斜めになってますもんね。なのでその手前のページですね、これをちょっと拡大コピーしていきます。 150% で拡大コピーしました。切っ取りました。いや本当はですねこれ、まあ、ピンクなのでエグゼードライドウォッチは使えそうなんですけど、自分はメタリック塗装してしまったんですね。でガシャポンの方も隆起の方は出たんですけどエグゼード出なかったんで、どうしましょうかね。そのまま貼りますね。よいしょ。そして肝心の音声の方ですけど、コメントでもらったのはですねこんな感じです。爆笑バイク、自由気ままなバイクライダーはレーザーだ。シンプルでいい感じだと思います。ガシャポン版のブレイブめっちゃ短かったですからね。ちょっと確認しますね。短いんでこれも確認しておきます。これ一番短いですよ。やば。この2つはですねライダー解説音はめっちゃ短いんですけど、変身音は結構出来がいいんですよね。気に入ってます。あとは何といってもこれを参考にしないとですよね。というわけで短めにするんだったら、レース中何でもありの爆走バイクライダーはレーザーだ。これちょっとなんかいけそうな感じがしますね。これさらに短くするんだったら、命がけのバイクライダーはレーザーだとか。ほんじゃ LED を確認します。レーザー2016黄色です。とにかくどんな音声になるか楽しみです。というわけでレーザーライドウォッチの音声を予想してみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。